はい、こんにちは、ライムです。今回はプラウドモード攻略いきたいと思います。最新プラウドですね。最新プラウドの5個なので、この930かなり苦戦してる方いらっしゃると思うんですけど、926ですね。26から、930まで今回やっていこうかなと思います。で、まあお気づきの通りね、出てないんですよ。921から925の動画は出してないんですけど、ちょっと出します。出す予定なのでもうしばしお待ちください。とりあえず最新の方からやっていきます。926。はい。で、僕のプラウドだと、ちょっと、まあ、特に930なんかそうなんだけど、編成難易度が下げようがない。僕のプラウドの動画では毎回言ってるんですけど、なんか、その現行の最新メダルを要求されるとか、そういうのが平気であるので、勝てなくても焦る必要は全くないんで、プラウド挑んでるってことは、メインストーリーは全然勝ってる方だと思うので、正直ね、これ、スキップチケット使ってもジュエルとかもらえるんですよ、普通に。なので、ジュエルだけ欲しい方は、まあ、スキップチケット使うなりして、そんなにね、急いでクリアする必要ないからね、これね、勝てなくても。時が来れば、ね、インフレすれば、環境がインフレすれば勝手に弱くなるので、勝てると思うので、うん。今焦ってやる必要はないっていう前提は言っておくね。その上で926やっていきます。はい。まあ、こんな感じなんですけど、もう早速最新メダル入ってるけどね。そうそうそう。一応これが消費ゲージ3以上のメダルで、デッキ4枚以下っていう編成になってます。で、僕も遠慮せずガンガン使っていくんで、普通のね、攻略動画と違って、プラウドはちょっとね、下げられない。縛りの都合上、なかなか下げられないね。930以外だったら、まあ、もう少し、まあ、これちょっと極端に強いような感じの編成になっちゃってますけど、うん。全部、一応、デッキに入ってんのは理想隠す。あ、そうでもなかった。そうでもなかった。そうでもないやつ入れてたわ。はい。エロクサスキュンでしょ？で、ラクシーヌ。これ、まあ、純理想覚醒ぐらいですかね。なんで、この辺でちょっと編成など落としてる感じはあるけど、セフィロスが追撃120%ついてるっていう感じ。いらないと思う。セフィロスの追撃120%はさすがに大げさだと思うんで、ここまではいらないと思うけど。はい。そんなわけで、やっていきましょう。まあ、雑魚敵をね、投資そびれのないように一応マップとか全部確認して回った方がねいいと思います。でポイントとしてはあれなんだよね、ロクサスもセフィロスもバフとデバフが自己完結してるメダルなので、他にあえてバフメダルとかを入れる必要がないっていうところでかなりやりやすい。特にプラウドみたいな縛りがあるっていうところだと、このね、まあ、ほんと自己バフだけでもう完結してるようなメダルはかなり便利だね。使いやすすぎる。もう本当にそのままアタッカーとしても使えるし、バフメダルとしても使えるので、この辺の使い勝手はやっぱほんとすごいね、ロクサスキュン。だから強いよ、ロクサス。結局まあ、ロクサスもセフィロスも強いね。まあ解説動画では結構、まあエルサの方が強いですっていう話はもちろんしたけど、まあ、やっぱ、場所にも よりけりだしね、そういうのもね。エルサじゃない、ラクシーヌ全然火力出ない。ラクシーヌ火力出なすぎ。ラクシーヌが空気だったな、今。ラクシーヌなくても勝ててたわ、今。ラクシーヌいらない説あるな、これ。逆にラクシーヌが入ってるところもう少し強くして、なんだろう、あれでもいいんだよね、別に。ルクソードでロクサスコピーしてもいいんですよね、別に。このラクシーヌが入ってる枠をでもいいと思うな。これルクソードの消費ゲージ3だっけ、消費ゲージ数3以上じゃないと使えないけど、ルクソードの消費ゲージ数次第だけど使えると思うな、これ。レイジホームじゃなくても多分いけるね。てか、レイジホームがこれ、アップライトだからね。
リバースの枠にこれ無理やりレジ本見出てる感じなので、ルクソードが使えるのであればルクソードでも別にいけそう。まあ、レイジホームは攻撃プラスバフが1000ついてるっていうのはあるけど、マップ地味に広いしさ、後ろとかフォア、これね、これ忘れやすい、ボスに行きがちだけど後ろにいるっていうね、これやりがちだよね、これやりがちだと思う。初見だと結構これ食らわされると思う。もういないね、もういないね、さすがにいないね。はい、でもうボスなんでスーパーバーストも打っちゃっていいと。まあ多分結構余裕あるんじゃないかな。余裕あるな、めちゃめちゃ余裕ある、めちゃめちゃ余裕あります。これちょっとやりすぎかな、これちょっと大人げない感じでしたけど、まあ最近のギルト10の、まあ、メダルであれば多分いけますね。まあ攻撃回数とかはもうあるんで、この辺でちょっと変わってくるとは思いますけど。はい、ということで927いきます。今回はデッキのメダル4枚以下、4枚以下で単体攻撃のアビリティのみ使用可能。なるほど、これね、単体攻撃なんで、まあいつも通りね、コピーメダル使って全体攻撃のメダルを、まあ、コピーしていくみたいなやり方でいいと思います。だからさっきとほとんど変わってないね。やることといったらもうこのデミックスで6サスをコピーしていくみたいな、でリアでセフィロスコピー一緒だね。もう6サスとセフィロスに頼りすぎおんぶに抱っこだねはい、だから基本的にやることは変わんないと思います。敵がまあ、パワー属性なんで、ここ今セフィロス僕入れてますけど、普通によくよく考えたらこれエルサでいいんじゃないかなって思った。持ってる人はセフィロスじゃなくてもね。エルサの方が多分楽だね。ロクサス自身の攻撃プラスワフもエルサに乗ってくるし、うん、まあ別にセフィロスでもどっちでも勝てるんだけどね。ここ敵が多いとこだな。絶望するがいい。あとね、消費ゲージの問題もあるんで、まあ僕アビゼロとか結構積んでるんで、あんまり気になってないですけど、スキルによっては結構アビゲージ枯渇しがちだと思うので、その辺は工夫する必要がちょっとありそうですね。やっぱこういう消費ゲージ重めのコピーメダルなんか特にアビゼロとかね、積んでた方がいいと思いますね。特に多少火力が落ちようが、うん、例えば、アビゼロアンドアタックエクセル5みたいな、ちょっと今もうアタックエクセル8とかね、9とか出てる中で若干火力落ちるかなっていう感じはあるけど、それでもね、やっぱアビゼロつけてると何かとやっぱ便利だよね。なんで雑魚もういないかな。うん、強い6サス級。まあでもちょっとデミックス自体の攻撃力が低いんだけどね。絶望するがいい。オッケー。
で、あとね、そういえばそうだ、今月の下旬かな、下旬にブーストが実装されるというか来るので、ブースト来るので、まあ、何のブーストか分かんないけど、待てる方だったら、今ちょっとギリギリ勝てないって方はブースト待ってもいいんじゃないかなっていう感じがします。今月は少なくとも確実に来るので、もうイベントスケジュールで発表されていたので、はい。で、928がデッキのメダル3枚以下でリバースメダル、もうこれあれだね、セフィロスにおんぶに抱っこすぎこれセフィロスじゃなくてもあれでもいいと思う。なんだっけ、ロックトロールとかでも全然いいと思うんで、持ってる方はね。ただロックトロールがポイントドローとかで出てればいいけど、あんま入手復刻も全然してないから手に入る機会とかね、まあ、ないと思うんだけど、うん、ロックトロール持ってる方いたら全然ロックトロールでも大丈夫だとは思います。ただ僕がもうね、セフィロスの2枚理想覚醒作ってしまったもんだからこれ使っちゃってるけど、3枚以下で特に属性縛りとかもないので、消費ゲージとかね、そういった縛りもないので、うん、多分ロックトロールのがむしろ弱点だから火力出るんじゃないかな。あ、でもマジック属性の敵もいいのか。まあでもどっちにしろだね、マジック属性だとセフィロス軽減されるし、絶望するがいい。こいつ一発だから気持ちいいな。ちょっと死ぬ時のモーション長いけど、絶望するがいい。なんだかんだあれだよね、ユニクロはその新ハートレスはちゃんと作るよね。なんかそう結構いろいろな意味でね、叩かれたりする運営だけど、新ハートレスはきっちりいつも作ってる感じはあるよね。あのメインストーリーの更新ごとに大体作ってるもんね、新ハートレス。あの925のボスのなんだっけ、スイングカクタスとかもそうだし、この絶望するがいい、なんだっけ、このチェリーボムだかなんだっけ、バーストチェリーか、バーストチェリーだかなんだかってやつも、うん、なんだかんだ新しいハートレスですからね、これね。意外とハートレス作りは好きなんだなって思う、ここの運営さんは。好きというか、ハートレス作りは得意というか。ね、そんな感じがします。他のところにも力入れてほしいなとは思う。もちろんね、新ハートレスは作ってほしいなとも思うし、思うけど、他のところにも力入れてほしいなっていう。てか、あれじゃん、セフィロス1枚で倒してんだけど。セフィロス1枚で倒してんだ、これ。もっと弱くてもいいな、これ。もう全然弱くていいな。なんかプラウドってさ、強いとこと弱いとこの差がすごすぎない？なんかそんな感じするよね。強いとこは強くて、弱いとこほんと弱いみたいな。ちょっとアンバランスだよね。でここちょっと難しいと思う、929。人によっては。デッキのメダル3枚以下で、10連続アタック以上のアビリティのみ使用可能っていう条件なんだよね。だからこれがちょっときついかも、人によっては。まずアクセル HD で、まあ、攻撃バフと防御デバフぶち込んで、でソラセカンドホームで、まあ、アタッカーで最後のチェーンオブメモリーズでフィニッシュみたいな感じで使ってます。はい、一応これ後ろ確認した方がいいよね。ほんとね、後ろにハートレスいたりとかするからね、一応全部確認してから前に進んでいく。上か、ボス上か、多分勝てると思うな。このね、あんまアクセル HD は超火力低いけど、まあほんとはバフ要因だね、アクセル HD はね。あー、これ倒せるかな。これスーパーバースト一発撃ってもよかったんだっけな、確か一発撃っても大丈夫だった気がする。敵がね、 3グループしかいないっていう感じだったので、確か使っても倒せたのかな。ちょっと怖かったね。このこいつらなら多分
けると思うんだけど、なくてもいけたかな今。ちょっとやっぱまあアクセル HD が火力なさすぎって感じがある。ああ、まあコンビアタックもあるね。まあセカンドホーム もうすでに結構前のメダルになっちゃってるからな。ああ、全然火力出るね。チェーンベメモリーズが思ったより火力出してくれる、ちゃんと。すげえ出る。はい、ボス。ボスと HP 一緒なんだね、さっきのやつ、飛んでたやつ。一緒だね、これ。だからスーパーバーストは、使っちゃえても別に大丈夫そうだね。うん、場合によってはこういう雑魚でね、スーパーバースト打つっていうのは全然大丈夫そうっていう感じ。はい、ここはまあチェーンメモリーズ持ってるからだいぶ難易度変わってきそうだね。はい、ということでラスト、ここね930、これ苦戦してる方いっぱいいるでしょう。これは確かにね、昨日これプラウドのね、ツイキャス攻略キャスやったんだけど、ここは結構苦戦した。デッキのメダル4枚以下で、で、3ターン以内クリアなんですよ。で、まあ、いろいろやった結果、結局これだったね。もうデッキの編成はかなり大人げないんだけど、これしかもう勝てなかった、僕の手持ちだと。まあ、これはちょっと仕方なかったな。バッドガイブレイカーの、サブスロマックスプラス 4.2 で、で、レイジホーム使ってナミネさんをコピーするでしょ。ナミネさんをコピーして、で、レイジホーム、こっちも理想覚醒でセフィロスをコピー。で、このセフィロス、一応追撃 120% ついてんだけど、カウントの関係で追撃まで出せなかった気がする。うん、結局ね、追撃 120% あんま意味なかったような気がするんで、って感じです。まあ、あれだね。レイジホーム2枚持ってないって方は、バッドガイブレイカーの1枠目が、パワー属性入れられるんで、ここにとどまりし思念入れてっていうことも可能ですね。代用品はだからとどまりし思念かな。レイジホームの。うん。まあ、こいつが強い。結構やり直したね。で、カウントもこれ結構いやらしくて、3しかないんですよ、カウントが。少なっていう。少ないよね。だからこそこのナミネのね、増やせるんだけど、で、スーパーバーストもこれカウントプラス5ついてんだけど、逆に増やしすぎちゃうと、カウント0にできなくて、次のターンに攻撃プラスバフをね、引き継ぐことができないっていう問題にもぶち当たったりするので、調整がまあなかなか難しいね、こいつ。難しかった。でスーパーバーストはもう全部カウントゼロにしたいので全部打っちゃって大丈夫です。うん、レイジホームとかね、とどまりし思念のあのスーパーバーストは全メダルに乗ってくるんで、攻撃が。これはありがたい。で、あとはオートでカウントゼロになると思う。絶望するがいい。絶望するがいい。あ、ごめん、絶望するがいい。嘘ついた。バーストだ。バーストでこれぴったり、バーストもバースト全部込みでぴったりここでゼロになる。カウントが超ぴったりだよね。で、これで次のターンに攻撃プラスバフが引き継がせることができると。で、これラルフの攻撃も入ってるから、ラルフの攻撃でカウントも消費しちゃうっていうね。ここはカウントお前消費しなくていいだろみたいな。ラルフの攻撃カウント減少なしにしてくれよっていう感じはありました。そうで、残りカウント1になっちゃうじゃん。で、これ追撃 120% は発動できないんですよ。これ追撃が打てずに次のターンいっちゃうんで、これラルフの問題だよね。ラルフが攻撃しなければっていう。別に全然ラルフ火力ねえしっていう。ラルフいらねえ。ラルフが邪魔してる感じあるよね、これね。
まあ一応3ターン目で攻撃力もう5万6万1000か6万1000乗ってるんで、絶望するがいい、はいって感じですね。3ターン目のまあ1枚だけ残して倒したみたいな感じなんで、だから追撃 120% は全然いらないですね。セフィロス普通の追撃さえあれば1ターン目で、まあ、カウントゼロにできるんで、はい、まあ、そんな感じでした。まあちょっと難しかったね。930特に難しかったんじゃないかなっていう感じがします。まあ、参考になるかは分かりませんけど、まあ、皆さんねメダルが揃ったタイミング、今クリアしなくても全然大丈夫なんで、メダルが揃った時、あとブーストとかがね実装されて、まあ、こっちが強くなった時に、まあ、気分転換に挑んでみるかぐらいの気持ちでねやってみるといいんじゃないですかね。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。